メッセージがいっぱい来ててどうしたらいいか分かんなくて。とても素敵です。この前スミタアプリ入れた？ウィルウィル。そんな暇ない。苦手なんだよ恋愛が。積極的に行かないとダメですって。マッチング率 97% 出ました。返して。まずは第一歩か。トムさんですよね。率直に言いますと僕とあなたは運命でつながっています。どうやってここは。今の時代個人情報なんて簡単に手に入るんですよ。やめて。この男あちこちのアプリでトラブルを起こしていて警察沙汰になったこともあるんです。殺された夫婦の携帯にはマッチングアプリの利用履歴が残っていました。ダメだって。あいつに近づいちゃ。僕は恋愛が苦手なんです。だからいつもこじれる。これから想像していなかったことが起こるかもしれない。片岡さんが殺されたって。被害者の片岡さんとは以前交際されていたとか。式の担当されてますね。ちょっと待ってください。疑ってるんですか。好きだった人の結婚式アテンドしなきゃいけないんだから。あの電話からです様子がおかしくなった。あの男には近づかない方がいい。どういうこと。いろいろ調べてたらすごい場所にたどり着いたんだ。君にも関係してる。私のことが好きなんでしょ。だったら隠さないで。あなた心の病ね。きっとずっと前に秘密にしてきたことがある。凛花さんの後をたどっていくうちに見つけたんです。私だって愛してた。マッチング。あなたが犯人なんですか。